川崎市立川崎高等学校、付属中学校は、神奈川県川崎市川崎区中島3丁目に、所在する公立高等学校、中学校。高等学校においては、付属中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第2学年から混合して、クラスを編成する併設混合型中高一貫校。 川崎市が2007年7月に策定した私立高等学校改革推進計画により、私立川崎高校は、ゆとりある6年間の学校生活と計画的、系統的な教育活動を目指すべく、併設型中高一貫校に改編されることとなった。2014年4月、川崎市立川崎高等学校付属中学校が開校。3学級編成。 合わせて老朽化した高校校舎の改築工事が行われ、2014年8月に新校舎が竣工。付属中学校から高校普通科へは無選抜で進学可能。高校普通科は一貫校科後も現行の4学級規模を変えないため、中学校第一期生が高校1年に進学する際、外部からの普通科入学者数は1学級分に減少されることとなる。 また、一貫降下後も生活科学科、福祉科及び定時制課程は存続する。定時制課程も生徒の生活様式の多様化に対応するため、同じく2014年度より昼間部を新規に開設して二部制に移行。昼間部の規模は従来よりの夜間部と同等の二学級分となる。ありがとうございます。